こんばんは。おめでとうございます。まだ生まれてねえけどな。秘宝新 PC がお前ら旅立ったんだが、何もなくなったわけで俺には。おお、おめでとう、ありがとうございます。41歳の小童子、秘宝な。さらに結婚しちゃったよ。逃げ恥こんで、ワイラのガッキーが、しかも平正なんぞに取られたんだが、泣いてた俺。歌手っておめでとうって、もうしょうがないなこれは。まあどこぞの馬の骨よりかは弦の方が良かったんじゃないだろうか。素敵やんな、弦なら仕方ないよな。俺もこれはしょうがねえって、もう持ってけ泥棒って感じだろ。さすが厄年、あざす。一般男性とか辛いけん、それな。やっぱあれだったんだろうな、もう今回の新春スペシャルの時にはもうなってたんだろうな、そういう感じに。最近見た俺からしたらちょっと衝撃的なんだが、限界よって恥逃げ婚、まあそんな感じだろう。さらに秘宝だ、まさかずな、俺たちの。あざす。ニャンザブローが俺たちの好きやったのに、俺ウルハタ。そうですねって、この事件は大体もう決めつけとるけんな。最初からもう犯人分かってるからな、あいつは。つれえわ、秘宝ばっか。あーす、ハゲもええ味出しとったのに、あの今泉の。ほんと好きだった、パシャって。最初のシルエットがいいんだよな。朗報ないないよ。頑張れソダシって感じだろ、朗報は。あと秘宝な、わい自分でコンビニでショートケーキを買ってきた模様、なんもないけん。いちごショートケーキとチーズケーキのセットな、これ。つれえわ、泣きそう、もう俺。 PC も壊れたし、秘宝しかないんだが、もう雑談するしかないけんな、俺には。もう残された道は、付き合ってくれや。恥ずかしくないんかって、結婚したっていうのに。いやもうほんとあれや、これはもう完全に厄年と言わざるを得んぐらい重なるね。心の拠り所、もう飲むで俺は今日。あざすって。41歳になりました。まあ実際まだ俺は誕生してないけどな、夕方ぐらいって言ったから。今まだ俺無の状態なんですけど、連敗やし、競馬も当たらんしの、本当はええことないんですけど。あざす、無バカモンのパパと並んだ。やば嘘じゃろ、嘘つけや、それは嘘だと言ってくれよ。あざす、オークスを楽しみに来ていこう。いやちょっとユーバーレーベンっていうんに俺ちょっとスポットライトを浴びせたくなってきたんだが、調べれば調べるほど、まず父がゴルシっていうところにちょっとあれを感じますよね。あとファインルージュな、ソダシはやっぱりな、安すぎる。ソダシの単勝なんか買えんご俺。ここは2着3着を当てようと思う、逆に。まあソダシは1着で来るかもしれん、うん、来たところで旨味がないっていうことも気づいた。赤い鳥の娘、うーん、ゴルス3区はこれから楽しみ。育ち切り
いや、どうなんかな、やっぱ切れんかな、謝りたくないしな。古いからこのオス長い配信も復活したぞ残念ながら。もうこんなに謝りたい。謝ることになるんかな。やっぱりソダシって本物の化け物なんかな。並んだら多分ソダシやと思うよな、直線で。ただ距離不安、そこで垂れるかどうかっていうのがもう焦点だろう。ペイントも封じされるの。いや、ペイントあるよ。ペイントあるけどもだな。半分ラジオだろ。もうしょうがないだろ。だってないんだもん、もう。前のパソコンに入ってるもん。まあどうせ、今日は、触れ合いたいですし。よかったのかもしれない。逆にね。下手にアクションやっとっても、コメ拾えませんから。ゲームは別にできるけどな。スイッチとか。確か1200。ルメールも誕生日だし。そう。誕生日触れ合い配信。たまにはいいんじゃないでしょうか。まあ、最近やったような気がするが。ペイント5時間の計。ちょっと、あれしとこうかな。わしの。悲しみのケーキでもあげとくか。ツイッターに。って。ショートケーキ書いてって。潜ったるわ。でも冷蔵な。横になるし、これ。反転や。ここでもええが。重い。涙が出る。こんなんもう涙、涙以外語れんで、見たら、うっってなるで。ポン。ぶわ、ぶわわ。そうだ、これは夢なんだって起きたら僕はって、小学5年生あっさしって税込み398円。ぶわわ冷やしとこ。よう冷蔵って書いとるし、まだ食わんしな。ああ、ええことないの、ほんと。まあ、驚愕したね。昼間に、休憩時間に。またこれフェイクかって思ったけどな、最初。逃げ恥なんだろうって。そんなことありませんでした。二人で豊かな時間を育んでいきますって。そうだ、これは夢なんだってなったで、俺。起きたら僕は小学5年生って。逃げハゲ。宣伝なんじゃろ。いや、っていうかあれだろ、これ。政略結婚だろって。給料払ってんだろって。ドラマの延長線、延長線上なんだろって。本気で思ってた。でもそんなことはなかった。
生き恥を。いや、逆に夢をもらえた俺は、ゲンさんから。あ、もうほんと、夢ありますねって。電車も止まったらしいぞ、お前ら。闇に触れるけど。時間的にもまず間違いないしゃろうっていうところで止まっとる電車のあれがあったんだが。う、う。いや、最近見とったからさ、俺、逃げハゲ。ハゲるは恥だがって。お、微笑ましいねって。それが現実に起きたらダメじゃろって。平正のままでおらないかんかったんよ。でもそんなことはなかった。現実でも平正になっちゃったよ。役にも立たない。それだ。ハゲだし役にも立たない。ドラマ見る目変わるなって。こんなんただの夫婦生活ですじゃん、普通のって。なりますわ、もう、今後。変わるじゃろうな、キャストが。まあ、でも、俺嫌いじゃないけんな。ゲンさんは。やっぱあれだろう。真の才能を持った男は、どうとでもなるんだっていう、典型ですね。聞いてる聞いてるって。きぃ、悔しい。反町の方がいいわ。あいつらはなんか、そんな祝福できんかったの、俺、GTO コンとか、ポイズンですやん、ただのってなったもん。それよりかはなんか、拍手できる俺、今回。一方、誕生日で孤独なハゲ。濃いダンスとか、もう見る目変わるっちゅうねん、クソが。ハゲダンスをちょっと考案したいんだが、俺は。ブワワッ。古畑が亡くなったのの方がショックだ。まあ、それもショックなんだが、まあでももう年も年ですし、まあそこにはついては別にコロナでもないし、まあ大往生だったんじゃないですかって、心不全って言ったらもうしょうがないでしょ。77歳って考えたら、まあまあもう俺もあんまり変わらんよなって。77で大往生はない。怪しい靴。怪しい74とかだろ。73か74だろ。折り返しは過ぎとる。いや、わからんよ。俺82とかまで生きるかもしれませんやん、全然。てか90も考えとるし、俺。実は、こう見えて。生き残ろうと考えとるけん、どうにかしてる。それはございません。まあ、無理だと思ってる、俺も。無理無理、50よ。50はちょっと勘弁してほしいな、10年で、あと10年早ければって。天下は取れていいと。天下はどうやっとるのかね、五郎太って。お前らひよっこでは無理じゃぞって感じなんだろうな。タバコ、酒、ポテチ。でも無理。ゴルフ配信とかゲートボール配信やってや。いや、無理無理。スポーツ全般無理ですから。50でゲーム配信できる。いや、できるできる。余裕よ。RPG やったらええんよ。アクションは無理かもしれんけど、もうさすがに。RPG だったら別にどうでもなるじゃろって。シフトしていくけん、その年齢によって。かのな、若大将。
もうあのバイオハザードとかついに引退したっていうのを見たけん俺。ゲーム好きだったのにって。年だからもう無理ですって。90で実況してる人いる。へえ。反射神経が衰えるから。まあなあ。プレステ4についていけんかったんよ。誕生日ポテや。いや知らん、なんか置いてる。札幌ポテトがあったから。チキンビーフの旨味 3倍っていう。茶の忘れ方みたいな。まあ実際僕も買ってるんですけど。誕生日ということで新しい新商品を買ってみました。山吉な、また。出汁がうまい。ポテトチップスっていう。国産素材使用、鰹節、椎茸、昆布、化学調味料、香料、不使用。ね。椎茸と昆布と鰹のイラストが書いてる。原料は国産の鰹節、椎茸、昆布を使用。化学調味料、香料は使用していません。余計な原料は使わずに作ったポテトチップス。ぜひご賞味ください。山吉。だって。山梨微妙なの多いんよ。いや、最近頭角を現してきとるぞ、ファミマでは。めっちゃあるもん。こまえを食ってたのも山梨ですから。化学調味料不使用なのか。これはもう、相当ポイント高いだろう。カルビーと小池はどっちが好き？どっこいかな。やっぱカルビーも美味しいし。小池はもううまい。そこに割って入るんが山吉ですよ。大ざく嫌い。女41歳過ごしたい。まあ変わることはないんじゃないでしょうかね。とりあえず当てたい競馬を。まずなんとか。いや、育ちなんよ、俺は。あ。なんだかんだ言って、一番厳しいのは育ちをどうするかっていう、ここを考えたいんよ。あ、出す。これ、本当に来るん？黒船。ブチコっていう。このカップルから生まれたソダシちゃんがどうにかなるのかっていう。どうにかなっとんやけどな、今。5分の5ですから。5戦5勝っていう。無敗のソダシ。出た。ブチコの父が金亀なわけよ。この金亀がどう出るかっていう、母の父っていうね。やっぱここも重要だと思ってんだな。母父っていうのが大事だから。で、これが白雪姫っていう。結構一発になってきたじゃろ、俺も。ここまで見えるようになってきたら。成長しとるやん。ありがとうございます。で、黒船が、よくわからんのよな、これ、ハテナな。海外馬だったと思われ。ここまで見てどうするんだよ。いや、どうやろうなーって。ただ、ソダシのレースは強いんよ。お父は結構重要。金亀は、松国ローテっていうね、毎日杯、NHK マイルダービーっていう、これを買ってきとるわけですよ。やはり金亀はいけるのかって。日本ダービー。東京優駿買ってますから。祖父は。
そう考えたらやっぱいけるんじゃないんかっていう。ただ黒船がみんな敬遠しがちっていう産区があって、そこを越えていくんが蘇田氏なんちゃうん。奇跡の地位かもしれん。母父とかどうでもいい。バカやな、ほんと。母父をわからんものに競馬を語る資格なしっていう。ステマ配合とか知らないんですか。母父重要よ。言うね。当ててから言えや。期待大きいよね。いや、母の父とか、ほんとダビストでも大事でしたやん。じゃあ、買えよ。買いたいよ。俺だってそれは買いたいさ。でもな。アビストと現実一緒すんな。日野さんの母の父は、母の父は、名前何やったかな。二見のじいちゃんね。って呼んでたような気がする。ね。じいちゃんの名前ぐらいは分かれや。楽しみ。これ名字じゃねって。まあいろいろあるわけよ。稽古を産み落としたのはじいちゃんだ。危険な配合。 KC にはこう二人の父から姉ちゃんがいるわけだ。一番上に姉ちゃんがおって、姉なからの兄がおります。からの KC 妹な。こんな感じですね。何の検討しとるん。血のロマンよね。あれの名前は、それは伏せとく。血統表記だ。こっから、Y と結婚したら、タツがひねり出されて、チャー、Y な。こんな感じですね。血のロマンよね。タツからっていう、こっからはちょっとこう、いろいろあるんだけど、残念ながらワイラは今んとこそういうのがないっていう。愛の下おらんがって終わった。ここで死のロマンは途絶えた。なんてし馬刺しな。走らんしな。そして死のロマンよね。サイヤーライン集結終わった。長男が優秀でよかった。まあそうなるよね。まあ2歳サラ系とかで終わりやろな俺とか。ここで結果が残せんかったって感じだろ俺は。で未勝利とか相当
って言ったんやけど、ずっと。残念ながらグレードに行くことはなく、競争生活を終了しましたって。さよなら。未出走。でもそっからなぜか、あの、牧場で草はみ寄るとこを、富豪のオーナーの嫁に見初められて、なんとか、最後の余生は、こう、あれできるかもっていう状況になりたい。余生までって。ないない。そんな現実はございません。転生しよう。また1万ドブン捨てるんか。終わったのか。まあまあ悲しいことになっとるぞ。今、俺の楽天銀行口座の前、出入金を見たら、つれえわってなるで。のせ。うって。出入金明細。5月2日、日本競馬協会。マイナス11,500円。5月5日、日本中央競馬協会。プラス24,000円、やったねって。5月8、日本中央競馬会、マイナス1,000円。あ、これ、あれだ。モーザリオな。2021年5月9日って、日本中央競馬会、マイナス1万。2021年5月16、日本中央競馬会、マイナス1万。つれえわ。どうしてこうなった？入金めんどくさそう。いや大丈夫、もうしてるから。順調に養分として育っておる。順調に減っとる。そろそろあったいよね。生では見れるなら育ちにかけた方が楽しめるやろって。俺はソダシ行け行けって、俺はお前から張ってんだっていう、あの人間競馬みたいなことになるで。ほらほら、押せ押せって。そんな醜い場面見したくない、俺ソダシに。ガチ予想頼まい。まあ、今んとこ候補はソダシ、あくまで俺の見解層で、赤い鳥の娘な。よもやま話やけど、これなんで赤い鳥の娘かって言ったら、赤い鳥っていう、まあこれアパパネなんですね、親が。母親。で、アパパネが、ハワイの言葉で赤い鳥っていうらしいんですよ。まあこれは、金子ちゃんがつけたんでしょうね。これの娘っていう安直なネームらしいですよ。で、ファインルージュな。ゆっくり知識、いや、あの子ちゃんの優春品名板で見た。板っていうか競馬板の優春品名のスレッドで確認した。で、あとは、あれか、ユーバーレーベンか。この辺でも決まると思うんですよね、おそらく。
で、今回逆進がここにつけとるわけよ、その、平場板で。重くそ、外しとるやつが。これにもうみんな悲鳴が上がっとったけん、今。かなり厳しい状況になってる、ソダシが。まあ、それでもなお、勝つんはソダシなんかっていう、激論になっとるけん。あれるん。まあ、真っ二つ。わーわーいいよ。いいよるよ、相当。今回は荒れない。荒れんのやったらもう、ソダシと赤い鳥の娘と、まあ、ファインルーズかな。これで決まりやと思うんやけどな。あ、ステラリアっていうも言われよったわ。ちょっと。でも実績がなさすぎて、こいつはよくわからん。で、俺は、あ、見てみたい。オークスの日の天気、府中の。晴れのち曇りやったけん、まず、両馬場やとは思う。多分大丈夫と思われ。まあ、こんな一週間前とか、その辺の天気予報なんか当てにはならんけど、まあそこまでズブズブにはならんのじゃないかと。まだわからないの。それでもよ。すがりたい。この辺で決まりやと思うよな、まず。実力は。おー、イクセルの母が、メジロドーベル。母の母。いやー。ただの人気馬じゃねえか。そりゃそうよ。だって実力あるけん人気馬になるんだから。なんでお前、アナトーなんかみたいなことせないかんのぞ。こっちは当てに行ってるんですよ。ね。だけんこそこういう予想になるんだろうが。そう、それは実力があるから。でもこの前来なかったよね。くっくー、勝ちに行きたいんよ俺は。2400の実績は、いや誰もない。だいたいおかしな話やと思わん？なんでオークス前にそのオークストライアルみたいなその2400走るようなレースがないん、牝馬って。なんかおかしくね？それって。作れよ。ダイワスカーレット記念とかみたいな。サンケーなんとか。ダイワスカーレット杯。2400メートルって。ソダシに大金。なんか飛びそうだよな、俺が勝ったら。それはそれでな。ソダシに悪いことしたような気がして嫌なんよな。ダスカは生きてる。じゃあ、投資かな。歴代オークスで輝い取った馬といえば、なんだろうか。ダスカがボバを産んだ。楽しみ。いいよね。地のロマンよね。当てた。当てて血のロマンって言いたい。ダービートライアルの青葉賞からは全然勝ち馬出てない。ほうな。オークスといえばエアグルーヴ。エアグルーヴもしんどん。もうそんな年でしたか。パープルレディは2400で勝ってる。何のレースそれ。2400でそんなのあるの。
バード星人が来てるじゃないですかって。何買うんですかバード星人。ソダシは買わんのじゃろ。ファインルージュとかですか。今一番熱いんはファインルージュやと思うよな。あれが10倍とかついとんはマジで美味しいと思うよ俺は。単勝でお前14倍とかついとったけんの。これ単勝チェーマンかけたらお前 140K ですよ。たちまち。くら立つで、こんなんか変えたら。やばい、もうタヌキの尻尾が生えてきよる俺。ついに。こんな早くから。ボロンって出てきよるで。そんなん変えたらさぞ。トラタヌ、オチじゃないぞ。まあ、それは分かっとるけど。またあれ、トラバサミに引っかかるの俺。ビチビチって。毎回これにな、こう引っかかりよるけんな。タヌキは。ちょっとこう、美味しい餌とか置かれとったらもう、すぐ息よるけんな。で、バチーンって挟まって。尻尾とかもうぐちゃぐちゃになるけん。もういででも生き残るで俺は。ああ、やめとこ。危険ね、これ。オッズ高ければすぐ食いつく。それで大体死ぬけんな。主役取れるかどうか。ファインルージュの、もう、あれかな、ワイドで行こうかな、今回は。さすがに外れんやろ、ワイドでちょっと絡めていったら。とりあえず勝ちたいんよ、俺は。リプレイでもええけん。なんとか次に繋げたいんよ、バトンを。わかる？強いのに、誰も注目してない。いや、それがわかったら、どれほど楽か、競馬。育ち外しのワイドなら、確かにつくかもな。じゃあもう赤い鳥。赤い鳥、ファインルージュ、ユーバーの、ワイドボックスでエンチャン。どれか入るだろうって。それしてソダシが来たんぞ。いや、それでも2着、3着とかなるかもしれんやん、ここが。別にソダシは1着でもええんよ。それは喜ばしいことやけん。こいつが3でもええわい。よく言ったらこれが一番ええけどな。1,2,3 って来てくれたら、もう、わっしょい祭りよな、これ。お、ここも当たってるなって。お、これも当たってるなって。さらにこれも当たってますねって。なんすこれって、これも当たっとるんじゃないんすっていうのが、ならん。これ、タヌキ完全に。じゃあ3連複買えやっていう話になる。適当に予想しすぎ。あまりにもタヌキ。ワイドでいいじゃん。いや、これ悪くないと思うよな。当てるならこの辺で行った方がええんちゃうって。まあ、ここにソダシ入れたらちょっとそれは弱いんよな。ソダシが入ってしまったら、この俺のワイドボックスに安くなる。難しいですよね。まあでもまだ出馬票も出てないよな、そういや。明日か、出馬票が。で、枠が出るんが金曜って感じか。おつがいやん。でも、ソダシは多分な、サトノがおったら、多分ソダシは3倍ぐらいまでいっとったはずなんよ。でも、おらんけんな、もうこれは、よくて 2.1。最悪 1.6 ぐらいまで下がると思う。これはさすがに買えんよ、俺も。そんぐらいソダシはアイドルホースなんよ。可愛いからな。
に超える。超える？距離持つかぐらい。今日は決めろ。やろうか。じゃあ徹底討論するソダシについて。ソダシとは？あ、言って。みんなの育ち論言って。白馬である。はい。今まで全然実績を残さなかった白馬。で、なんと G12 勝しとるっていう。ここまで。まさかのね。黒船3区。父黒船っていうね。G2 やんか。G1 2勝な。無敗である。おお。これはかなりいい、あれですね。なんなら5戦5勝っていう。これ重要。ここまで見たら相当強く感じるよな。根性がすごい。あるね。それな。食え。強いやん、勝ちやん。ニーナドレスの馬や。何？え？そんなん知らんぞ俺。こういう時に調べるんだよな。ニーナドレス競走馬データ。ハーツクライカー。なんだこれ、お前3歳未勝利とお前君知らんしょって、なんすこれ。2戦しかしてねえじゃねえか。これじゃわからんだろう。決闘表や。ハーツクライとサラトが5代目までに生じたクロスがノーザンダンサーの高掛け号 6.25%。 まあ、ノーザンダンサーが入っとんは、高ポイントね。ちょっとわからないですね、これ。2000じゃ、さすがに。こういうふうにどれほど騙されてきたか。これは切っていいわ。謎のダークホース、大丈夫、大丈夫。1600までしか走ってない。ダメダメ。それじゃあソダシはなんだかんだ1800も走っとるから。無敗だったディープに初めて土をつけたのがハーツやぞ。だから何？それボバ感の話でしょう。今3歳牝馬の話をしてるんですよ。ていうかソダシなんよ。ソダシの敵は何なの？ここでついにネガティブな発言が来た。2400は長すぎるっていう。は持たないだろうって。だろうな。はてな。これクエスチョンマーク。それは、ここにも直結するけん。黒船は走らん坊っていうんがおるけん。巨大勢力な。父黒船は2400なんか走れねえからって。子供はって。これ何も分かってない勘違い坊な。俺は黒船アンチ中やと思っとるけど。
1800でどれだけのレースをした。いや、まあまあ強かっただろう。古船3区15年間で2000以上の芝重賞0勝、15年の歴史。これは痛い。これはさすがの俺も痛い。ネガティブガーンって相当下がった今評価が。やっぱりそうなるんか。でもソダシは特殊なんよ。特殊の額に入れられる可能性があるんよ。北さんとか突然変異の北さんしかりね、特殊枠もあるけん、小栗しかりっていう、この部類に入ったらやばいんよ。小栗と北さんの方に入るレベルの馬なんやったら、もうソダシはもう20丸打てるね、余裕で。ロマンな、特別の可能性あるんよな。分かった分かった、買え。ならターンしかないじゃん。ほんでネガティブ発言がまた出るけん、俺の。安いんよ。残念ながら。やめてよって、ここ重要。超重要。人気すぎだろ。それな。買っても安いんよ。そこ重要でしょうよ。やっぱタヌキ。100系いけって。無理よ、それは。グランほどの。あれはないって、安定感は。さすがに距離不安の中で。でも三連単とか行こうかな、夢の、ついに。初めてやっちゃうかも。まあ、例えば、ソダシが1枠1番やったとする。1から2着馬を3頭ぐらい決める。8、3、7、5みたいな。で、こっからさらに枝分かれの分で豆でこうクリクリにやったろか。10 11 12 14 18 7って。でこれに100円みたいな。豆で買ったらなんとかなるんじゃないか、どれか当たるんじゃないかっていう。フォーメーションかって。でもこんだけ枝増やしたらなんとかなるんじゃない？これ何点になるん？これ。これ100点超える？取れそう、いいぞ。1000円ずつはいかん。別に3連単やったらな、多分、ガミらんと思うよ、俺。24点やったら多分あれやな、833ファイヤーやな。833円、800円ぐらいかけれるんじゃないか。それでな、満州でもついたらよ、これすなわち80K 勝ちになりますやん。400円になって、400円か。まあそれでもええわ、40K 勝てるわ。タヌキがいた。わっしょいわっしょいって。まずソダシが入らんかったら終わるけどな。
ええやん、これは天才タヌキ。タヌキもついに学習してきた。これやったらソダシがこんかったらこんかったで別にもう1万円捨てたと思っても俺は納得するわ。三連単は夢がある。夢を買うんよって。当たったら気持ちいいやろな、三連単なんか。でもそこまでな、全幅の信頼が受けるわけじゃないよな、やっぱり俺も育ちに対して。でも佐藤のレイナスがおらんかったらもう育ちのような気するよな。オークスはどうなん、東京競馬場なんじゃろ。それはどういう周りをするん、どっち向こう正面、どっち歌詞、歌詞の女王、あの木があるとこか、こうでっかい歌詞のこういう感じのとこじゃろ。左下スタート、ここか、こっからか、下からじゃ、こう回っていくんか、ブー回ってこっからちょっと消えてこっから出てくるみたいな。でぐるー回って正面スタンド、こんな感じか。わあわあ、歌詞の位置も違う。ほぼ一周、ふーん、こんな感じか。展開予想してってまあとりあえずスローペースになると思うんですよ、やっぱり未知の領域やけ。みんなそんなバカみたいに大逃げするやつなんかおらんやろ最初から。2400は長い、それが分かってない姫たちをそんな最初からハイペースで飛ばしていくやつなんか多分おらん。じゃあみんな団子状態になってこの辺回っていく。で、この辺からちょっと位置取りを考えてきて、もうここでスパートするんごっていう、ソダシを。で、もうそのまんま逃げ切りな、ソダシの。やったねって。やっぱソダシだよって。ソダシな。勝ちました。見えたね。いや、絶対スローになるって。まず高速のハイペースでみんなが行くようなことは絶対ない。ヒンバにそんなことはささん。まだ3歳のヒンバに。優秀ヒンメな。おめでとうって。そっから先よ。ただ赤い鳥の娘がなぁ。こいつだよな。赤い鳥が、俺がルメカスなんですわ。ね。で、ルメカスは今 G12 連勝と相当乗っとんですな。連勝な。なかなかないで、こんなん。NHK マイル、ね。ビクトリアマイルと。二連勝。これは怖い。やっぱルメカスが乗ったらまた変わるからな。しかも誕生日男。5月20日の明日誕生日っていう。42歳になりますって。ルメール誕生日おめでとう。祝ってやってくれや、俺なんかより。で、ここでさらに、日本ダービーになるんやけど、非常に興味深いことを俺は聞いたんよ。これ F4 のたけし、バケモン言われとるけど、東京の2400はクソヘボなって。
18戦ぐらいして0勝やったらしい。これ相当怖いよね。最近1勝したらしいんだが。で、ここでルメカスが超うまいらしいんよ。その2400連勝というか、勝率はすごいっていう。で、あの、何？レイナスな。筋量マイナス2キロっていう。これ相当やばいんよ。マジで。F4 の危機なんやが。この符号。でも、俺は火炎剣絶対。ルメ、レイナスは。それはなぜかって。ケンタロウな。ケンタロウの闇に触れることになるけん。だけん、ここは俺絶対こっちに20丸打つけん。まず買うことはないけん、ここを。これ逆進として使ってくれや。感情で買うな。いや、無理な。ここは感情も出てくるけん、俺も。カチンと来るけん。あんだけぐじぐじのされとる、オーナーには。大アンチ。里のアラジンとか。お前、ようつけたな、その名前をって。俺ら相手に。何も考えてないんだろうな、ほんと。ケンタロウとか殺意しか出んわ。進行上変えません。里のが嫌いだと競馬辛いぞって。里代ぐらいだろうが、でも。それ。他におったんすか、じゃあ。聞くけど。里代以上の逸材なんかおったんけ。おる。アラジン。アラジン知らんわ、ほら。里の剣士郎よ。このダビスタで苦い思い出しかなかったしな。そして里大も北さんスコ、北さんブラック大好き。ケンシロウはマジでいた。まあおるやろな、あいつはつけるやろ。そしばとしてつけたんじゃろうな。里のブレス、里のルークス、里のクラン、里倉。まあでもセガサミーとか、まあまあもう悲惨な状況になっとるけんな。自主退社というか、退社を促しとるらしいけんの。超リストラが進んどるらしいぞ。そして拒否する者も多数っていう。完全に足を引っ張っておる、セガの。なんでやったしって。まあ、あの頃は調子に乗ってたやろの。ケンタロウも調子良かったけんの。今とかもう3敗な。クソ台しか出れねえから、漏れなく。ようやく、俺らの呪いがかかってきたんかって思ってますわ。出した台は漏れなく3敗ぞ。わかんのかって。あかんだろ、バカにしとんかっていう台ばっかやぞ、もう、ほんと。オクトセブンは評判いいみたいだ。へぇ。いや、あの、オクトのお前、天章とかお前もう、吹くけんな、あの、ビジョンで。ケンタロウビジョンとかマジで誰得なん、あれ。なんであんなの入れた？あの、殺意が湧くで、俺。あんなん現地でやったら、まあ、サミタでやってももう、まあまあ殺意やったのに。現場で見たら多分破壊するぐらいの勢いになるで、俺。エイリアンレバー、あれ、ひどいで、この。こんなんあるんやけどな。これがお前、
動いてもない時にうねうねしよんと、お前誰もおらん時にこれがお前うねうねするんと、お前切れるけん横で、お前豚とか撃ちよったら、なんなんのこいつってなるけん。北斗の人あれなんぼだ、あるんやけどな、こっとイラつくで、これ動くけん、なんも誰もおらんとこでわーってなるけん、またおかしい。うねうねうねって。死ねって。割と揺れるのもうざい。なんなんすって。いや、そもそもエイリアンにする意味あるって。あの、ギアを。なんでそうした？それを聞きたいわ、俺。サビーの社員に。ぶち折りたくなるよね。なるよなぁ。ねえよなぁって。エイリアン液晶出てこんし。いやもう、考えることがおかしいんよ、あの、この、メーカーと、ユーザーの、間にすごい溝を感じる、俺。こっから。深い。マリアナ海溝ぐらいの。こいつらが、これ、いいでしょって言いよる二重丸は俺らの罰やけん。もう違うんだよって。俺らはイオンやけど、こいつらが提供してくるもんはもう、常におかしいと。戦争かって。俺は代弁してるだけだ。ユーザーの。客はホールだからなって。まあ、やっぱホールは、ホールを求めてないけんな。そしてもうもはや、それを良しとしてないけん。いや、まともなん作ってくださいよってなっとるけん。こういうの作ってくださいよって言って、返答がこれを持ってくるもんやけん、こっちも提供するんが罰ってなるっていう話だろう。参拝な。今どこが派遣会社な、どっこいかな。まあ、北？ついて言うなら北。北の画像はもう崩せんよ。マジで。これはもう星やけん。北は出したら売れるから。もうもはや。なんでもええけん。とりあえずゴーゴーランプさえあれば。北の一強って感じですね。ジャグラーつまんねえって。いや、何よん、ジャグラーこそ一番最強やで、今。俺もジャグラー以外打てん体になっとるし。でも俺嫌いやったんよ、マイジャグ。最近好きになってきた、お前ら。なんか、ラッパがあるんやけどな、こう。ここに煙があるんやけどな、こう。これが俺は嫌いやったんよ、昔は。音も鳴らんし、しょうもないダイヤの、これって思いよったんやけど、なんかここにゴーゴーってつくんがもうデフォになってきた俺。愛着4で、俺虜になってきたかも。いや、本当は俺はこの、こっちの、ジャグラーこそ王道やと思ってて、音も鳴るし。ね。左下にあるんが、基本やったけん。いや、あまりにも6号機の、ジャグラーがクソすぎて、設定も入らんし。いや、入れろよって思うようやけどな、俺は。ポポは。お前なんで入れんのぞって。これもうクソな、ほんと。この辺にみんなとか言おった頃は良かったよ、俺も。まだ。でも、マイハゲ4が今、俺トレンドやけん。ワイの。ここの、シルクハットヤクモのもう、また良きっていう。これを覚えてからちょっと取り込んだってきた。ハイビスカスの方がいい。ハイビスカスもうボロしかないけん。そもそももうないんよ。俺もツインドラゴンあったら撃つよ、俺も。こんなんもう愛媛あったら魚の餌な、俺の。想定ありたんやけど、これねえから。残念ながら愛媛に。
入れてよ。ツインドラゴン大好きなんですけど。病気やな。海鮮と時々置いとる店、ほんとな、まだあるん。いやちょっとな、情熱があれだよな。今晩のグラフで俺外食方の本気を見たけん、やっぱあるんやなって。こういうのも、復興期の花、いやもう出とるやん、ゴールド花々。クソだいな。これがまたクソなんよ、ほんとに。230枚やったから、これ。枚数が。なんでこんなに少ないって。これはもう、ハゲラーよりクソやけん、あの6号機の。これはマジで惨敗な。なぜこれを出した?うん、ご丁寧にバイブまではついとるんじゃん。うんと、入りもせん。うん、いらねえから。畜生は。バーにちょっと足しただけ。バーもう104枚とかな。あ、違う。120枚ぐらいあったかな。それでもよ、ほら、ビッグの230枚ってもう話にならんけん。そもそもこの、150枚でもクソな。もうこの時点でもうやる気が起きやん。早く戻してほしいです。怒りしかわかん。そうやろ?普通そうやけん。ツイドラの赤野の BGM かっこいい。正解、それ。ツイドラの赤野は本当にかっこいい。で、なんなら赤バーもかっこいい。白がボロすぎるっていう。ツイドラは白。歴代花々で俺あるけん。あの、鳳凰は、花花鳳凰は白な。これ 100%。 これはもう万人が認める白ビッグと思う、俺は。で、クイーンも白な。で、グレキンはこれ赤なんですな。 Y 調べで、ニューキンは白な。で、ドリクソはどっちもクソっていう。こんな感じかな。で、普通のドラゴン花々は赤かな。白がいい。白がええんと、あの、赤がええん、また変わってくるから、これ。ドリクソマジクソやけん、ほんと。BGM のセンスゼロっていう。他のは結構ね、全部いいんですけどね。あやな?あやなの点数つけようか?まず1から2は、毎回聞けるんやけど、これ10連超えた後の11連から流れるんは、補正で、神な。あ、戻ってきた。で、戻ってきた時聞いたこの BGM が神に変わるっていう。そっから3、4は、クソ。マジクソな。で、5から6が、まあまあ、丸。で、7から、8は一番かっこいい。で、9から10はかもなくって感じ。こんな感じになりますね。オキスロつまらん。いや、面白いよ。ほんと。で、バージョンアップと
バージョンアップとエバラスっていう。やっぱこっちがね、どっちももう聞けるっていうんで、やっぱ20丸になっちゃいますよね。こっちは一応200枚だけどっていう。こっちは最低でも500枚は出るぞっていう音楽ですからね。スリーピー嫌いなんて。いや、勝てんからあれ、マジで。相当、マジで勝てんで。いや、好きよ。相当勝たせてもらったんやけど、最近全然勝てんからなって。なんだかんだお前らも好きじゃねえか。いやでもな、もうじゃこらもな、厳しいんは厳しいんよ。でもこん前買ってしまったもんやけん、ちょっと俺やらないかんのよな。戦いに行かな。ひょんなことからツイッターにポンって投稿も考えられるぞお前。気を配れ。昔は好きやったよ。まあそりゃ昔の方が面白いからな。そして俺は明日休みだっていう。気を配れ。このツイートあるで。データランプで探すんだけはやめろ。ピポロになりますって。めんどくさいよな。もう遠くに出たくないよな。ほんと。今年の終始。いやもうつけんよ俺は。パチンコで勝てることはもうないっていうのが分かったけん。俺は競馬の終始に変わっておる。このパチボは。ジャグしかやらんの。まあ遊びですよ、遊びも。もはや。負けてますよ。もう負けとるよ俺相当。ぐちゃぐちゃやで今年。おそらく。通販のせいで。俺も口をつぐんどるけど、あの通販にはマジでボコボコンされとるけんの。ミス・マティオンのに。俺も相当監視カメラの方見よるけんな、そろそろ。もうそろそろええでしょって。僕なんぼほどこの台に水撒いとると思いますって。それをまだ感じてないよな、上層部が。もうちょいやと思っとんやけど。顔認証されよるかな。人生の総収支プラスなんやろ。いや、マイナスに決まってるだろ、そんなもん。前、俺の歴はやばいよ。4号機の時とかなんかもう、俺つけてないけど、もうとんでもないことになっとんわ。もう迷惑やけん。南国で、ボコられ。ねえ。てか、まず、塩ラーでボコられ。なんなら洗ったらもうぐじゅぐじゅになっとるし。まず、裏門時代裏時代でもう、クシュクシュやけん。塩ラーも負けとる。絶対。南国も負けとる。島子とか。もう、余裕で負けとる。で、メンソーレ。死んでます。意味ソーレ。あい、もう無理な。もう全敗やけん、もう。違う。これもう無理な。大花火は、まあ、検討しとるかもしれんけど、負けな。銃を。クソ負けな。全敗ですよ、ほぼ。イミス好きだったけど、なんであれ打ったの？全然連チャン。いや、相当するけん。連チャンはするけん。ね。スーパーモードを夢見とるだけよ。っていうかな、まあ、波が緩いんよ、イミソーレは。メンソーレは逆にもう、クッシュ。
シューってなってもこうなるけん。これを夢見とっただけなの、スーパーモードの SP の。これがあるけん売ってただけっていうね。大花火は大量獲得が楽しかったっていう感じですか。アラジン、アラジンやってない俺。あの頃金なかったから無職だし。アラジンエースとかな、ああいう何そういう時代俺やってないですから。引きこもりニートやってたんで。北斗 F、 北斗 F とか、クソ負けな。こんなん勝てるわけねえんごって。ただ面白かった。俺は面白さはあった。SE は ?SE やってない俺。俺クソ。史上一番打ち込んだ台は、史上一番打ち込んだ台は、何やろな。まあ、いろいろ打ち込んだけどな。面白い面白いってやりよったんはやっぱり南国とか、島娘とか、そっち系、王道系オキスロ。まあ、ジャグも相当打ち込んだけどな。ジャグラーの歴史は古いよ俺。やっぱ55ジャグラー V よな、一番打ち込んだのは。これは打った、無職やったし、設定入っとったし、これは打ったね。4号機でめちゃめちゃあのジョイステージで毎日打ち寄った。勝てるがって、簡単やがって。これは勝っとるかもしれん、なんなら俺。まあ甘いんよ、客層も甘いし、設定は入っとるし、俺あんま考えんでええがって、リプレイ外しもできんけど、別に何でもええがってやりよったら勝ててた。王色割り低い。いやーこれ4号地の方はそんな割り低いこともなかったぞ。2027、まあ打ち込んだって言ってもそこまでではなかったかな。この辺もオズワンあるかって。オズワン、お前らごめん、俺打ったことあります。オグリのピュアステにあるから。俺一回ベル揃えましたから。あったって、プンプンってスーパーモードに行くんな、あれ押し流れて、あったって、 B2 の R1 で終わりました。クソだい、決定戦だろこんなの。エミソールまだあるやろ。いや、ないよエミソールなんか。寝台買ってくれやって。いや寝台ないんやけど、置き時でも回すかな。躊躇引いてかばん俺、今から本気で。あるで今なら。ガロ回せ。いやガロは嫌だ、しんどい。てかガロ壊れとるし。構わんよって。いや俺置き時相当うまいで。構わんよ、誕生日よし。お前ら優しいじゃねえか。ケーキ食べながら回そう。やっちゃうか、ちょっと。豚はって、あ、豚でもええよ。豚の方が俺的にはありがたいんだが。やりたいことをやれ。完全にスロッカス。いやでももう時々打てんしな。久しぶりにちょっとやってみよっかな。6、6でいこうか。5でいくか、それとも。
6なんかまあ問題圏の連チャンして乱暴、いやでも連チャンしてもしんどいしな、家で。スローの方がええ、しょうがねえな。ちょっと待てよ、トイレ行ってくる。